阿蘇市何でもランキングベスト5。阿蘇市が大好きな皆さんにアンケートを取ったいろんなベスト5をご紹介していきます。第7回は阿蘇市の冬におすすめな立ち寄り温泉ベスト5。数ある温泉の中からどこが選ばれたでしょうか。それでは早速第5位からご紹介。第5位は阿蘇市内巻にある阿蘇内巻温泉湯楽。2020年にオープンした新しい施設で、入浴料は400円、源泉 100% かけ流しの温泉を楽しめます。第4位は阿蘇市黒川の阿蘇駅近くの阿蘇防虫温泉夢の湯。赤みかげ石造りの内湯と木立に囲まれた露天風呂や赤外線サウナ、水風呂があり、また畳敷きの休憩所でゆっくりすることができます。第3位は阿蘇市内巻の阿蘇プラザホテル。立ち寄り入浴できるのは庭園露天風呂付き大浴場弘法の湯。露天風呂は日本庭園に囲まれ、四季の花々を楽しむことができます。第2位は阿蘇市乙姫の小杉リゾート内にある阿蘇乙姫温泉ゆらゆらです。一部屋一部屋趣の異なる全22室から好きな部屋を選べる源泉かけ流しの貸し切り風呂です。モダンでおしゃれな部屋もあり、デートにもおすすめです。それではいよいよ第1位の発表です。第1位は阿蘇市小里にある湯の宿入船です。男女で入れ替わる大浴場と露天風呂、そして5つの貸し切り風呂があります。露天風呂が広くおすすめ、内巻温泉の中でも泉質がトップクラスという意見もありました。今回は阿蘇市の冬におすすめな立ち寄り温泉ベスト5をご紹介しましたが、いかがだったでしょうか。阿蘇市を訪れる際の参考にしてください。次回は阿蘇もスタッフが選んだバレンタインおすすめスイーツベスト5をご紹介します。お楽しみに。